どうもー、ふきまる、いわし天狗です。そしてどうも、カレーナポリタン神田です。お願いします。仕込んだな。カレーナポリタン神田です。お願いします。そしてどうも、丸亀くんです。スルー、どうもお願いします。だいぶ今、ここが、ね、変な生え方してる。無人島みたいになってる。結構長ない、ロン毛や。ゆくゆくは花ぐらい伸ばしてほしいね。花ぐらい。あー、ここに、うん、ラーメンマンみたいな。めっちゃいいやん。ま、ラーメンマン横後ろですからね。いけるよ。だいぶ来てるよ。はい。どっち来てるの？だいぶ欲しいですよ。ハゲてる方。どっち欲しいし。だいぶいい感じ伸びてる。ちょっと今日はね、何の年末、丸亀くんがね、大発表がありまして。はい。はい、あ、わかりました。あ、もう察しがいいですね。はい、まだ言ってないのに。好きな子に完全に振られたんでしょ。それはちょっと前の話。あー、惜しい。否定はしない。否定はしませんでした。来年からですね。はい、来年からなんと、うん、改名することになりました。おー、まあ、まあ新規一転ってところもあるのか。一番はそれでね、はい、吉本の方に登録して名前変わってます。え、実は僕も相談してて、こういうのはどう、こういうのはどうって言って、その後まあ行きましたっていうのは聞いて、実際何かはね、まだね、知らないんで。ああ、なるほどね。今日はちょっと2人でどんな名前に改名したのかを、あ、考えるの、ふざけて面白おかしく。僕の方がちょっと大変、いろいろ意見言ってるから、まあどれかになったんだろうな。で、思い出が大幅な改名って言います。あ、あ、じゃあ神田さん。はい、丸亀くんの新しいのですね、たぬきちなんですけど、この三三角、はいはい、二角三角三角で、はいはい、どういうことがあるんですか。死にます。いや、するかい。いや、いや、ほんでこのたぬきちの名前、パチンコのプレミアのキャラクターやないか。わ、すごい。そういうメッセージもあるんですか。はい、たぬきち。いたでしょ、いたでしょ。たぬきちくん。すごいな、はい、これ出たら 100% 確変なんす。そうです。すごいやん、はい、あれ、早い。あ、はい、いきます。新、芸名ですよね。はい、芸名こちら。あ、あの、ヤクルトの5番のね。あ、あの、はいはい。カットで。はい、来、はい、ました。僕はね、やっぱり見た目とかで覚えてもらいやすい、そういう名前にしてると思う。あ、でもそうですね、ね、うん、もう今変えるっていうのはそういう。だからこちら、手しわを。じゃあ、手しわしわって、こっちかと思うやん。手しわしわ、丸ハゲくんとかそういうのかなと思ったら、手がね、親父だったんで。みんなそこ注目しないのよ。はい、あら、早いですね。はい、丸亀くんの、まあ惜しかった、候補に上がって惜しかった名前、はい、何でしょう。まあやっぱりこの僕らが何を目指すかっていうのを意思表示した方がいいんですよ、今の。なるほどね。お笑い界で言えば、確かに、うん、M ワン太郎ですね。うわうわー、ハードル上がる。ハードル上がるな。僕でもね、一回ね、そういう意味合いの込めたね、コンビ名つけたことがあって。え、あの、今宮恵比寿漫才コンクールにユニットで出た時に、はいはい、今宮覇者っていうコンビで。やばやば。あの、サトルくんっていうことね。今宮覇者、漢字で出たこと。はい、あれ、神田さん、酒井俊也さんに似てるんで、モノマネ芸人っぽく、酒井もう俊也。おー、あ、ちょっと、ただね、いい、惜しい。はい、はい、できました。はい、やっぱりプロフィールも名前に入れるといいかなってことで、広島のコータ。いや、親戚がね、親戚の人や。広島のコータ。はい、はい、いきます。はい、野口くん。あ、もう、あ、正解、やった、やった、1000万だ。表記はこれです。ひらがな、ひらがなの。あー、なるほどね、はい、まあ野口聡一さんのもやってるし、うん、で、こっからが問題なんですけど。に変えたんですけど、はい、こっからもう一展開あります。え、何ですか。岩井さんは知らないです。え、何、野口くんで決定じゃないの。吉本に言って改名したんですよ、うん、改名したんですけど、うん、いろんなところに相談した結果、うん、あれ、変わった、これ、知らないですよね。ダメ、どうなったか。あ、わかった、はい、いた、もう野口くんっていう人がいた。あー、知らないです、それは。いるかもしれないですけど。なんか起きた。何か起きてる。単純に野口くんに
したら、うん、丸亀くんをなぜつけたかっていうのもあるし、うん、その丸亀市の、うん、すいます芸人2年やって、うん、そっから旅立って、うん、売れてその丸亀市の名前をつけて売れてみんな丸亀くん、あ、丸亀市のことだってなるようにするっていうのを深く考えてなかったな、うん、なるほどね。これをまあまあ丸亀くんでいくって意思表示です。へぇ、興味ないのやめて。あなたも丸亀のすみません結構悩んだんすから。そういろんな人に、いやこれまずいんかな、いやちょっと待ってよって。なるほど、わかりました。ありがとうございました。ふわっと終わらせた。じゃあ、まあ、丸亀くんと岩橋くんでいくのね、はい、これからも丸亀くんお願いします。お願いします。皆さんお願いします。